ベリタス茶の時とはアンくんだいぶ対応が違います。犬の秘密基地なん始まるよ。最近のエアコンは除湿運転がメイン。どうも犬の秘密基地です。今日もワンちゃん来ています。どんぐりちゃんからのモコちゃんからのふうさん、ハクくん、ボールくん、ベリタスちゃんを狙うアンくん。そんなアンくんはジャックラッセルテリアのどんぐりちゃんと早速イチャイチャしています。後ろでベリタスちゃんはどんな気持ちで見ているのでしょうか。おっと、ここでアンくんはベリタスちゃんの元にも行きました。ベリタスちゃんに寂しい思いをさせないアンくんの優しさでしょうか。ベリタスちゃんとアンくんはいつものこの激しい遊びを始めたようです。モコちゃんとどんぐりちゃんはそんな二人を引き気味で見ています。一方ポメラニアンのハクくんはヘッケッケ、ワイヤーホックステリアのソラマメちゃんはウフフ。しばらくするとまたどんぐりちゃんとアンくんがイチャイチャしていますが、ベリタスちゃんの時とはアンくんだいぶ対応が違います。おっと、ここでミニチュアシュナウザーのポールくんがどんぐりちゃんをちょっと口説き始めたでしょうか。ただアンくんが見ている前であまり乗り気ではないどんぐりちゃん、一応アンくんの様子を見てまたどんぐりちゃんのところに来るポールくん。ポールくんもちょっと諦めてしまったでしょうか。どんぐりちゃんは一途です。そんなこんなしているうちにトイプードルの茶太郎くんも合流しました。早速みんなにちょっと囲まれ気味の茶太郎くん。茶太郎くんは今日はいつもに増してちょっとウキウキな感じにも見えます。だいぶ皆さんわちゃわちゃと集まってきました。来たばかりだけど茶太郎くんがこの場を回している感じです。犬の秘密基地は飼い主様のご希望があればワンちゃんの様子を動画で配信しています。それと私プーさんの動画ブログも時々配信していますので見てください。よろしければチャンネル登録もお願いします。